のことレザージャケットとも、革ジャンは様々な種類があるが、その中で双壁をなすのが、フライトジャケットタイプとライダースジャケットタイプである。シアリングジャケットフライトジャケットとは、飛行服の一種。昔の航空機の操縦席は、機密性が高くなく、衣服に高い防風性が必要とされた。その点、革は風を通さないのでフライトジャケットの素材として、 広く使われた。アメリカ陸軍が開発し1927年に採用したタイプ A-1 サマーフライングジャケットが最初の革製フライトジャケットとされる。A-1 は火季に着るために作られたものなので、防風性はあるが、保温性はあまりない。陶器に着るためのものは主に毛皮を使って作られる。シアリングジャケットとも言う。 シアリングジャケットタイプは1931年にイギリス空軍が採用したアービンジャケットが最初となる。アービンジャケットというのはエポニムでレスリー・アービンが開発したためそう呼ばれている。数あるフライトジャケットの中でも際立つ存在なのが A-1 の後継モデルとして開発され、1931年に採用したタイプ A-2 サマーフライングジャケットである。 このモデルは今現在もアメリカ空軍で製造、使用されている。マダムタッソー館にあるジョニー・ステーブラーの老人形ライダースというのは、オートバイに乗る人たちのことで、転倒時の怪我防止のためにデザインされたジャケットがライダースジャケットである。一見、フライトジャケットと似ているが、防寒性と肩や肘のプロテクターの有無が主な違いである。モーターサイクルジャケットとも、 革製ライダースジャケットはいくつかのタイプに分けられる。シングル前開きを閉じるためのファスナーがほぼ正面についている。カフェレーサージャケットとも。ダブル前開きを閉じるためのファスナーが非対称の位置についている。バイカージャケットとも。1928年にアメリカのメーカー、ショットが販売したパーフェクトが最初のジップアップ式の革製ライダースジャケットとされる。 形はダブルタイプ。シングルタイプが登場するのは1931年にアメリカのメーカーハーレー・ダビッドソンが販売したレザージッパージャケットからとなる。アメジャンスソに腰ベルトが付けられている。ルーズフィットで竹が短い。ロンジャンスソに腰ベルトが付けられていない。スリムフィットで竹が長い。1953年に公開された モーターサイクルギャングを題材としたアメリカ映画、乱暴者で主役のジョニー・ステーブラーが着用していた黒のダブルタイプが典型的なアメジャーンである。作品は大きな反響を呼び、イギリスのロッカーズにも影響を与えることとなる。アメリカで主流だったオートバイは、クルーザーという状態を立てた姿勢で乗るタイプであったが、ロッカーズのオートバイはカフェレーサーという改造を施した状態を寝かせた。 姿勢で乗るタイプであった。アメジャンを着てそういったオートバイに乗ると腰ベルトのバックルが燃料タンクとぶつかり傷つけてしまうなど多数の問題が発生した。イギリスのオートバイ事情に合わせて改良を施したものがロンジャンである。カワジャンは様々なファッションに取り入れられている。とりわけロック、パンクロック、ヘビメタルといった音楽を基盤とするファッションとは関係が深い。 1970年代には、セックスピストルズ、ザ・クラッシュ、ラモーンズ、ジョニー・サンダースといったパンクロックミュージシャンたちがライダースジャケットを愛用した。1980年代に台頭したハードコアパンクは、スタッツ、バッジ、ペイントなどで思い思いのカスタマイズを施した。アメリカで黒のライダースジャケットとアウトローを強力に、 結びつけたのは乱暴者のジョニー・ステーブラーであり、アウトローバイカーであったが、日本でその役割を果たしたのは1972年にデビューしたロックバンドキャロルである。彼らのリーゼントに、革ジャンというスタイルは、全国の不良たちのファッションを一変させるほどのインパクトを与えた。フランスでは1955年から1962年に、イブ・サンドオーランを通じて流行した。 ブルゾンのアールと呼ばれている。アメリカ大陸では古くから川を衣服に仕立てる文化があるため、アメリカンカジュアルなどではごく一般的なアイテムとして取り入れられている。ありがとうございます。